ガンバナのお話をしていきたいと思います。ヘガンバナは別名マンジュシャゲ、ちょっとむずいけどマンジュシャゲっていう別名が、和名がね、マンジュシャゲっていう名前があります。見頃は9月中旬から9月下旬。花言葉は赤が悲しき思い出、諦め、独立、情熱。白がまた会う日を楽しみに、思う人はあなた一人。黄色が追走、思いやりの心、陽気、元気っていう花言葉です。で、名前の由来が、まあ、お彼岸の時期に咲くからっていうのもあるし、彼岸花って毒があるよね。その毒が死を連想することから、まあ、お彼岸のイメージにまたそこから連想して、あの彼岸花っていう風についてるとされています。で、マンジュシャゲ、別名のマンジュシャゲは仏語から来てるらしくて、どうも仏教の世界では純白の色っていう風にされてるんだって。で、彼岸花、他の花にあるのに彼岸花になくないっていうのがあります。はい、何でしょう。100点さすがです。葉っぱがないよね。で、なんかさ、葉っぱがないけんさ、幻想的やん。結構普通やったら葉っぱがあるのに、葉っぱがなくてそのまま茎がニョーンって生えて、その上に花っていうね、ほんと珍しいタイプの花。じゃあ、え、葉っぱどこ行ったみたいなねってなるよね。で、葉っぱはそもそも出ないのか、もうあのままないのか、茎と花しかないのかってなったら、そうじゃなくて花が終わった後に、その後から葉っぱが出てくるんだって。だから、葉水、花水、花水とか、花水じゃない、花を見るの見て、花水、葉水、花水って言われるらしい。だけど花と葉っぱは出会うことはありません。ものすごく入れ違い、すれ違いで花と葉っぱは共存しています。彼岸花にはね、みんなご存知のように毒があります。茎、葉っぱ、球根、彼岸花は球根のね、球根のお花ね、全てに実は毒があって、で、特に強い毒があるのが球根の部分。球根の部分にはリコリンっていう毒があって、誤って食べてしまうと吐き気とか下痢とか起こして重症になるのと、で、中枢神経が麻痺を起こして死に至る場合もあるよ。毒もすごいいろんな種類があるよね、ヒガンバナって。で、アルカロイドっていう、総称して、毒を総称してアルカロイドっていうのがあって、その中のリコリスっていう毒が球根には含まれてて、なんかまあいろんな毒が入っとんやけど、20種類もの毒が、そういう毒が含まれとうらしい、ヒガンバナの1個に。昔からね、よく触るなとかね、なんかいろいろ言われるよね。それはそういう風に毒があるから触っちゃダメだよって言われてて、じゃあなんでそんなね、毒があるものを、まあ、畑の周りとか、まあ、お墓の周りとかに結構咲いとるやん。じゃあなんで植えてるのか、まあ、知っとる人も多いと思うけど、畑がある人とか、自分の畑をしよう人とかはね、畑の、まあ、その米だったら米とか野菜とかをモグラとかネズミから守るためにヒガンバナ乗せて周りに植えて、まあ、ブロックを作ってるみたいな感じね。とか、お墓にあるのはもともと昔って、今仮装やけど昔は土葬やったやん。だけモグラとかに掘り返されないようにだろうみたいな。畑によく植わってるのは、そうやってモグラとかに骨を掘り返されないためにヒガンバナを植えてたんだろうっていう憶測やけどね。なかなかの毒なのか、彼女はね、すごい。だって幻想的やん、もう形が、葉っぱがなくて茎とさ、花だけ、そう、花もすごい幻想的な形しとうやん。あれがバーって並んでめっちゃ綺麗やん。そんな花だけども、めちゃくちゃすごい毒を持っていて、触るぐらいなら全然問題はないけど、皮膚が弱い人とかね、かぶれちゃう人もいると思うから、そういう人はちょっと気をつけて触るように、切り口とかを触らないようにね。で、ヒガンバナはさっきも言った球根なんで、種をつけることはできません。なので、種ができないイコール、まあ、球根系はそうなんやけど、まあ、鳥とか動物に種を運んでもらえないので、自ら広がっていくことはあんまりない。まあ、株分かれによってね、地続きで、こう、どん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 繁殖はしていくよ。ただ、いきなり、なんか全然、なんか関係ないところに、ペンって咲くかっつったら、それはないし、誰かの手で植えてあげんと咲かん。でも、ずっと咲くってことは、誰かがそこにヒガンバナを植えたっていう。誰かが本当にそこに植えてるはず。お墓にしろ、どこにしろ。で、それで地続きで株分かれどんどんしてって、その地下でね、広がっていくことはあるけど、でも基本的になんかその動物の力を借りてポーンってどっか行くとか、そういうのはない。だからなんかまあお墓とかに咲いてる人がいたら、あー、ご先祖様が植えたんかなとかね、そう思ったらなんかさ、感慨深いよね。今もそうやってずっと咲き続けるってことやっていうことですね。で、こんな毒がある彼岸花ですが、実は昔食べられていました。え、毒あるやん、食べたら死ぬって言ってたやん。そうなるよね。でも本当にこのまま食べたら普通に死ぬ、多分マジで。じゃあどうやって食べてたんでしょうか、そしてなぜ食べたんでしょうか、わざわざこんなにめちゃんこ毒がある子。昔はなんかやっぱ飢餓時代ではないか、まあ不作とかでさ、米とかも何も取れんで、不作の時とかその飢餓が進んどう時代ってか、そのあるよね。本当にそんな毒がある彼岸花を食べることです、食べるしかないくらい、本当その当時は飢餓がすごい進んでて、だからもう食べるしかなかったよね。とりあえずもう毒あるって分かっとったけど、どうやって食べたかって言ったと、ほんと球根を潰して、もう繊維質を潰して、汁を全部出して、なんか絞って絞ってみたいな。もう出して、出しまくって毒を。そういう下処理を、毒を取るっていう下処理をして食べてたらしい。すりおろした球根を何度もね、水にさらして、毒を抜いて、みたいな。そういう作業をしてまで、それを食べるぐらい、その当時はやっぱり飢餓がすごくて、ね、食べるものがなかったみたい。でも今は食べちゃダメだよ。真似して食べようとする人なんかおらんと思うけど、食べちゃダメだよ。
そしてなんと彼岸花、切り花で飾ったことある人多かった。いけばなの世界では彼岸花もいけばなの、ね、材料として使うことがあるようで、じゃあ彼岸花めっちゃ近くに咲いてるからお家に飾ってみたいなっていう人もしかしたらいるかもしれません。そういう方は特に飾っても全然大丈夫です。ただ、切り口からそれこそ本当毒がね水に溶け出しちゃうので、子供がいる家庭とか動物を飼ってるところね、特にまあ猫ちゃんとかはね上まで上がっちゃうんで、動物とかがひっくり返してそれを動物がペロペロしちゃった時には、まあ、茎から出る毒は本当微量やけん死にはせんと思うけど、もしかしたらちょっとお腹壊したりとかするかもしれんし、赤ちゃんも誤ってその花瓶の水を飲んじゃわないような高いところに置くとかねだったら大丈夫だと思う。まあ、子供もワンちゃんもいない、ワンちゃんとか猫ちゃんがねいないとお家とかは普通にも切ってもらって花瓶に飾るっていうのは全然できるんで、ただ本当に毒が水に出てくるから肌が弱い人は水替えするときとかね、そのお水に手が当たらないようにだったりとか、そういうのは気をつけた方がいいかもしれんけど、別に切り花として飾るのもありです。なんか茎自体を触るのは大丈夫だけど、茎から出てくる汁とかね、そういうのはあんまり触らないようにしてた方がいいと思うかな。本当ね、肌が弱い人はねもう触れただけでかぶれるんで、私多分肌弱いから絶対かぶれるから触らんし、もうちっちゃい頃から私は体が弱かったけん、それでなんかめちゃんこ怒られよったっちゃ、なんか絶対触ってかよみたいな、ばあちゃんに飾りたいっていう方がいればね、全然切り花としても飾れるんで、まあ、チャレンジしてみてもいいのかなって思います。お子ちゃまがいる家庭とかそうやってね、そのお母さんがね積んできてかぶれちゃったっていう時もあるから、周りの方にぜひ教えてあげてね。まあ、子供とか特に分からんけんさ、私もそうなんやけど、積もうとしよったわけ、じいちゃんちのじいちゃんち畑しよってさ、だから子供がいるところも、もし近くに彼岸花がめっちゃ咲いてるんやったら、それねってお手手が買い替えになるけん、見るのはいいけどちぎったりしたらダメよって教えてあげた方がいいかも。私はもうじいちゃんが畑してて、もうほんとすぐ目の前に彼岸花がバリバリ咲いとったけん、もうばあちゃんに口酸っぱくめっちゃダメよ触ったらってめっちゃずっと言われよって、でももう心の中ではめちゃくちゃずっと撮りたかったと、あんなに綺麗なのに撮ったらいかんとみたいなでずっと私は思いよったけど、ばあちゃんにそうやってずっと言われたけん、あ、これは毒があるんだと思って触らず過ごしました。頑張って触らず見るだけで我慢しました。あ、そうそう、でピンクとか黄色とかもあるやん、あれ彼岸花、今そのやっぱ園芸界でもその赤い彼岸花を園芸用として品種改良したのがピンクとか黄色とか、ね、になるけどね。だから別にお家って園芸用としても普通になんか売られとうし、園芸やそのガーデニング屋さんとかで、そういう場合は彼岸花じゃなくてリコリスっていう名前で結構売られとうことが多くて、リコリスも彼岸花も結局は同じ彼岸花属なんやけど、その中でも彼岸花をまた品種改良して出来合ったやつがリコリスとか。なんでみんな彼岸花を見つけたらちょっと観察してみて、まあまあおもろい形してるから、あれなんかちっちゃい百合の集結体みたいな。皆さんぜひ彼岸花を探してちょんまげということで、お花の話は以上です。みんなバイバイ。